ちゃ、こんにちは、豊さん、はい、巨人から戦力外になった鍵谷陽平投手が5年ぶりに古巣で再び輝くかというところ、日本ハムが獲得調査をしているそうです。そうだね、まだまだね、うん、全然投げれると思うし、はい、あの投げっぷりいいしね、うんうん、ただ球種が少ないんだよね。まあ、そこら辺でちょっと苦しみ出してるけども、はい、まあ、だけどこれから覚えることだってできるしね、うん、球威もまだあると思うから、はい、まだまだ全然使えるとは思うよ。まあ、現在33歳、はい、で、まあ、もともと鍵谷選手は日本ハムにいた。そうなんだよ。そうなんですよ、投手で、うん、2016年の日本一に貢献するなど主に中継ぎで活躍、はい、そう。で、2019年にシーズン途中にトレードで巨人に移籍してきた。そうなんだよ、はい、うん、あの時に、まあ、2対2のトレードでしたけれども、ね、はい、はい、まあ、彼は後輩で、はい、あ、そうだ、性格がいいんだよね、はい、すごく人がいいというか、うん、無理を聞いてくれる、うん、で、ここで言ってくれって分かりましたって、どんなところでも言ってくれるって、はい、原監督の下でやってたけども、うん、原監督が言ってた、本当にね、よく投げてくれるって。やっぱりね、中にいれば、うん、今日はっていうのはいるらしいよ。あ、そうなんですか、うん、ちょっとみたいな、ちょっと状態があって、でもね、彼一度も言ったことないって。だからそういう面ではすごく原監督は、うん、ああ鍵谷いてくれてよかったなっていう、とって本当によかったっていうふうに、うん、俺の後輩だって知って言ってくれてたのかもわからないけども、はい、まあ、そういう言葉をねもらったことはあったけども、うん、本当に性格のいい子で、はい、まだまだボールも力あるし、はい、だからそういう意味では戻して将来的に幹部候補生というかさ、うん、まあ、そこまでなんか日本ハムは考えてくれてるのかなっていうふうに、まあ、感じる節はあるんだよね。そうですね、うん、プラスアルファ北海道出身で北海のエースとして活躍してたので、はい、地元にっていうことですもんね。まあまあそうだね、うん、だからまあ地元のね選手をこれより多く集める、うん、まあソフトバンクもそうだよね、はい、うん、まあできればその地元から取りたいっていう、やっぱこうそれは人気になってくるし、はい、まあ一人でも多くのね人たちが、まあ、例えば鍵谷を取った、うん、鍵谷を応援してくれるとか、まあ、そういうことにつながるとね、はい、まあ、いいとは思うけどね。そうですね、はい、で日本ハムもそのチーム事情としては今シーズン救援防御率がリーグ4位で、はい、逆転負けがリーグワースト33試合、はい、ということでやっぱり救援陣の整備がもう課題の一つと。まあそうだね、ということで、はい、うん、まあ宮西というね、はい、まあ、ベテランもいるけども、うん、ブルペン陣も若くなってきてるんだよね。そうなんです、ね、まあ、そうなってくるとやっぱ鍵谷みたいなキャリアを積んでる人間が、まあ、一人いると、まあ一言ね、うん、ブルペンから出ていくときになんか一言こうアドバイスすると、うん、なんか、まあ、そういうことまで考えてるのかなっていうような、うん、そんな感じもするけどね。もともと北海道の選手で日本ハムにいたって、一回やっぱトレードで巨人に出てしまっているので、そういう意味でも最後はうちのところで、そして救援陣を盛り上げてくれっていう、そういう思いがもうあると思うよ。それとやっぱり外に出るっていうことはやっぱ修行の一つで、まあ、いろんなことをその学び、まあ、他球団、まあ、日本ハムと巨人というのはやっぱ性質が違うしね、はい、まあ、いろんな球団があるけどもそれぞれの個性があるから、まあ、そこで学んだことっていうのはすごく大きな彼の財産になるし、まあ、その苦労だとか経験をね、やっぱ選手たちに伝えるっていうことは大事なことだと思うよ、まあ、ピッチングも含めてね、はい、だからまあそういう、まあ、彼が積んできたことっていうのは彼の性格からすると惜しみなく、まあ、こうこうこうだからこうした方がいいよとかああした方がいいよとかいろんなアドバイスができると思うんだよね、はい、だからそういう意味でも鍵谷が日本ハム取ってくれるっていうのは嬉しいな。そうですね、取ってくれるとね、なんか年分年が熱くなるというか、やっぱね鍵谷と後輩だし、まあ、桑原っていうねジャイアンツでやっぱクビになった後輩もいるけども、鍵谷なんか性格いいし一生懸命本当にやる子だから、もう日本ハムの関係者取ってくださいってお願いしたいぐらい、はい、本当に力のなれる、はい、力になれるやつだと思うよ。そうなんですね、うん、まあ、まだね獲得調査に乗り出したっていう、ね、ところなので、あのね故障はなかったと思うんだよ、うんうんうん、でそれとやっぱこう慣れてきてるっていうのがあったんだよね、セ・リーグが鍵谷に対してね、はい、
まあ、それとやっぱり新陳代謝を図らなきゃいけない、うん、まあ、巨人も、はい、で若手も入れなきゃいけない、まあ、トレードもした、うん、まあ、そういうことで弾き出されたんだと思うけども、はい、まあ、球団によっては全然使えると思うし、うん、そういう意味では力が落ちたからではないと思うんだよね、はい、うん、枠がなくなったという、うん、そうですね、まあ、そういう形で捉えると取りやすいかなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、またセ・リーグでの、ね、経験を生かして日本ハムに戻ってまたブレイクというかなんかしてほしいですね。まあそうだな、うん、まあ、大きな活躍っていうのはさ期待はしない。あ、安定的な、はい、あの成績っていうのは期待はするけども、うん、やっぱそれから先の人生を考えたときに、はい、やっぱり日本ハムで終われる方が、うん、なんか彼にとっては北海道出身だし、はい、道は開けてくるのかなって思うと、うん、日本ハムの人もう お願いしかないんだけどさ。そうですね、いや、なんとかね、やっぱ後輩がね好きな野球をやめずに済む道があるんであれば、うん、日本ハムが本当にいいと思うけどね。そうですよね、まあ、各チーム自由契約とか戦力外になる選手がいて、はい、まあ、これからトライアウト始まりますけれども、トライアウトを受ける選手もいる中、こうやって声をかけてくれる球団が一つでも出てくるっていうのは選手にとっては嬉しいですね、まあ、ありがたいよな、うん、本当にありがたい。どうしようかなっていうのは毎日その頭の中にあると思うんだよね、うん、あの戦力外になってから、はい、で戦力外になった選手っていうのは、まあ、みんな真面目にやってたとは思うんだけども、その中で鍵谷は一生懸命やるタイプだったと思うんだよ、うん、その中でもね、はい、特に、うん、やっぱり人がやることだからさ、うん、一生懸命やってるものっていうのは素直に出てくると思うんだよ、はい、鍵谷なんかは取って俺は失敗はない選手だと思うよ、うん、何かのために力になれる選手の一人だと思うし、はい、アドバイス一つするのに対してもね、うん、ためになるようなことを言ってくれるような、うん、俺は選手だと思うけどね。そうなんですね、まあね、自由契約戦力外になった選手、あとまだソフトバンクの、ね、森優衣と投手なんかまだ去就決まってなかったりとか、まあまあ、ね、なかなか決まんないけどな。そら、選手一人雇用するっていうのも大変なことだからさ、今のご時世。確かにお金とね、もうかかるしね。じゃあ一人選手のその枠を外さなきゃ、誰かを外さなきゃいけない。まあまあ、そりゃそうだよ、うん、だから、鍵谷なんかうまくね、日本ハムが取ってくれると本当にいいなと思うけどね、うん、もうすでにあの日本ハムのファンの方からは鍵谷選手戻ってきてほしいっていう熱いコメントがすごい。ファンありがたいな、待っててくれた。どこ行ってもな、うん、忘れないしな。そうなんですよ、片手間かもからないけど、他の球団行ったら見て、うん、あ、今日は投げなかった、今日は投げて、あ、よかったみたいなね、うん、で戻ってきてくれるっていうのは本当にあのファンはありがたいね。あったかい存在ですよね。いや本当だ よ, ですよ、ね、北海道出身だから。そう、そうなんです、地元なので、ね、いや本当だよ、新庄監督北海道出身だから。そこ押します、ね、いやもう、そうそう、もう何が何でも押すよ。押しますよね。 あとはね、新たなエスコンのね、地はまだ踏んでないので、鍵谷当時は。まあそうだ、楽しみですよね。まあ楽しみだしね、うん、一番望んでるのはやっぱり日本ハムに戻れること、多分そうだと思うんだよね。ですよね、稲葉 GM。 そうですね、稲葉 GM。 いやいや、本当本当、あの力になるからね。力、絶対に鍵谷当時は絶対なる、うん、これはもう間違いないことだ。そうですよね、財産ね、今まで経験値をすごい持ってらっしゃる投手なので、 そうそうそう、その経験値を若い投手たちに伝えるという意味でも、はい、まあ、もちろんね、うん、まだまだあのへこたれてないし。そうですよね、肩肘は元気だと思うよ、うんうんうん、だからあの頑張れるしね。そうですよね、はい、ぜひね、あの古巣に戻ってエスコンで活躍する姿を鍵谷投手見たいです。はい。